ふざけんなよ、マジで。なんで今ので死ぬ？そげすぎワロツ。いくらとディジョンです。今回はね、イベント来ております。フリータイムというクランなんですが、こちら3周年ということでね、イベントをお邪魔しに来ました。まあ、なんで来たかっていうと、僕のね、YouTube のヘッダーを見ていただきたいんですが、ホーム画面のね、上のところ、僕のチャンネルのホーム画面の上のところに出てるのがヘッダーっていうんですけど、そこをね、書いてくれた方がこのフリータイムというところに所属してまして、まあ、グリードさんっていう方ですね。まあ、昔からね、クイーンウォーカーズのファンアートだったり、書いてくださったりとか、まあ、僕でがね、好きなスタイルの絵を描いてるね、絵師さんなので、ぜひ描いてくださいということでね、依頼させていただき、お仕事としてね、描いていただきました。まあ、ぜひね、いい絵だなと思ったら、ぜひ依頼してみてください。まあ、今日はね、そんなイベント来ておりますので、まあ、タウンホール15の方ね、2発、まあ、野良攻めなので、スーパーユニットのね、使用は限られてるんですが、攻めていきたいと思います。ガチで星6取りに行こうとしたらね、まあ、下の方ね、15たくさんあるので、ガーって行きたいところなんですけど、まあ、さすがにね、1番、3番と上の2つ、まあ、2番の方は攻撃書いてますので、上の2つをね、攻めさせていただこうかなと思います。今回は、天才ではなく、普通の呪文でのアタックになります。はい。編成としてはこんな感じですね。ウォールブレイカーとホグはシューターの罠解除、用アーチャーは、まあ、出す場所があるって感じかな。どこに使うんだっけって感じ。自分も、まあ、時間だけちょっと濃いんで、ガーゴイル12体と少し多め。キングにフェニックスつけて、最後の伸びを一押し増やしていこうかなと思ってます。はい。というわけで、早速やっていきましょう。ウェイター。いいですね。シューター合ってる合ってる合ってる。行きましょう。さあ、クイーンをまずはね、展開していって、まあ、対地クロスも結構かかってくるようなポイントあるので、OK。シューターしっかり出していきつつ、アーチャーは1、2箇所、ここだけ OK。で、ヒーラー OK。で、ここは、あはー、ちょっとやばそうなんで、一発入れましょう。これはちょっとね、使う予定はなかったんですけど、さすがに使わないとやばいですね、今のは。で、今、リクスケとか出てないんで、アーチャー回収もここを出します。おー、いいね。おー、奥まで見てほしいんだよね。いいね。アーチャータワーのタゲが取れたので。これはね、もうレイジタワーマジ害悪すぎだろ、こいつ、ほんと。キモ。え、なんでああ。これはどうすることもできないな。どうしよう、これ。いつ。あ、間違えた。キングのフィストを押しとると思ったのに。フィストとトーム間違えた。もう終わりだ、こんな。ふざけんなよ、マジで。なんで今ので死ぬ？そげすぎワロツ。あ、どうなってんねん。さあ、インビジブルがダウンホール隠していきつつ。いやどうすんの、こんなんもう。やばすぎるだろう。あー、ダウンホール隠しちゃった、もう。どうしようもないぜ。俺無理すぎ。ふざけんなよマジで。おい、 GG すぎるな。いやー、これまあでもいいや。プラン的には取れてたのが分かったので。無理すぎ。シューターをまず12時刺していきつつ、同時にタウンスニガブやって感じです。今回スーサイドラバルですね。まあ、キングとクイーンと、まあ、エレクトロタイタンあたりを一緒に、クランジョイーグル砲の方ぶち込みつつ、流れを見て、ロイヤルチャンピオンいるかいないか、サンジ側も合わせつつ、ここですね、ラバハウンドをこの対空砲がね、あ、6、1天才です。ここ折るんだけど、この折るときに対空砲折るから、この対空砲しか残らないでしょ？でこの辺からラバ出すと多分レイジタワーのね、竹取ってラバがレイジを先に解除してくれつつ、この辺めちゃくちゃ罠ありそうなんでね、解除してもらおうかなと思ってます。というわけで早速やっていきましょう。おっと、さあどうなるかな。先シューターからやりたいんですよね。オクライダーやり、うん、テスラが OK。
特になんもないですね。ポンと置いてって、で、ウォールブレーカーやった。今結構、そっち行ったな、1、2、3。大丈夫かな。あ、いいね、いいね、いいね。やば、遅いよ作詞が。マルチの方まで、マルチが壊れるレベルのタイミングでね、開始したいんでね、本当は。金山壊してくれたのありがてえけど、逆にちょっと怖いなそれ。ネクロですね。イーグル起動しちゃうんで、一旦ここは打ちたいところなんですけど、そこを耐えて一旦耐えましょう。さあ入りつつ、ピストを耐えれてるのはいいですね。 OK、 OK、 中心ぶっ飛ばしの、まあ合わせてロイちゃん出し6なんで出すしかないですね。こんな、これはだいぶいい削りができてて、このぐらいの角度からやると、おでんぞも取れたね。でん出しつつ、ラバ出して、一気に初手トームぶちかましいの、レイジタワーのタゲ取れてますね。大丈夫っそ。ロイちゃんも合わせ、結構ずれちゃった。全部出しちゃった。もういっか。かけて、これロイちゃん延命ですね。リストかけて、まあこれ時間との勝負って感じか。ガゴ全部出しちゃったの結構やってるか。これウィンがクローク残ってるんでね、まあうまいことって感じだけど、まあ大丈夫そうかな。これはさすがにうるっときた。えい、キングどれぐらい座れるかだけど、まあ結構 HP も削ってくれてるんで、あ大丈夫そうかな。 OKOK、 オッケー、危な、いや食い引悔やまれますねこれは。はい、ということで、まあ結果一前回とあったまりの食い引レイジなんですけど、でもレイジタワーが一番だるいわマジで。理不尽すぎるってレイジタワーマジ。もうそうね、まあうん、ポイントはここのレイ、ちょっとラバハウンド確認しときたいかな。どんな感じだったのか。まあ、ワンも多分結構据えてたんじゃないかなって感じなんですけど。まあ、この辺ね、携帯でやってると結構難しかったんですよね。シューターもやりつつ、タウンスニゴブもやって、ヒーローパートも見つつって感じだったのが。この辺やっぱ慣れていかないとだな。天才61真ん中強かったっすね。これ来た。レイジタワー拾いつつ罠も解除して、トルネも解除できてますね。このラバハンド1体でもう全ての空罠を中心部取りつつ、レイジタワーを空打ち、まあぶっちゃけここレイジ乗る施設ほぼないんでやる必要もないんですけど、どうせ出すならここ両方解除した方がお得と。まあレイジタワー乗ってるクロスボウがロイちゃん当たるとかもねあるからね。この後このタイミングぐらいでね、レイジ来たらね、まあロイちゃんへの被弾も上がるからね。まあ、今回の場合はしっかりスーサイドとかも全部決まってたので、呪文が余ってたんですけど、って感じです。はい。まあ、というわけで、今日は、まあ、1本分はうまくいきましたが、クイヒーの方は未だにちょっと許してないですよ。いやー、マジやったな。くそ。悔しいですね。はい。というわけで、本日はイベント参加会でしたと。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。